皆様こんばんは。いろいろなことをお疲れ様でした。絆長崎です。今夜勤お仕事お勤めの皆様、本当にいろいろなことをお疲れ様です。私はおそばにいて、今何時だ、10時25分晩酌開始でございます。昨日の、のり塩ちょっと余りましたんで今日食べます。まだパリパリしてた、大丈夫や。でトマトが2個余ったっていうか、まだ食べてなかったので3つあったのかな、1個食べたか。なんかあるって思って何にもかもせんと帰ってきたんですね。何もなかった。お腹が空いたら棒ラーメン早茹で90秒って書いてます。九州博多って言うたらパリカタタイ、長崎のもんですばってね。いや90秒って書いてるんで、大体は私は30秒ぐらいで、大体半分ぐらいで食べ出しますけれども、今までお腹を壊したことは一回もございません。まあ、日清のカップラーメンも大体通常3分多いですけれども、もう1分半ぐらいで、さすがにね、超バリカタって思って98度のコミニのお湯もらって、どれぐらいだったかな、30秒いない20秒ぐらいで蓋開けて食べようと思ったんですけど、麺がそのまんまの形でゴワッて持ち上がって、ガッて、あらびっくりしましたね。あんまり喋よったら5分以内って言いながら、今日は早めに、ピヨピヨ軍団とクーちゃんは今日はお休みです。そんな日もたまにはあるとです。ひろしです。いただきます。帰り道まだ寒かったわって、うまい、この一杯のグラス、水気の世界やな。カンフーや、あーちょっとスマホの画面しか見てなかった、危ないところやった。いただきます。もう何も言えん、バラの、バラのじゃないよ、トマトの薄作り、お魚とかですね、お野菜、食材をですね、ありがたく、使ってですね、お花を咲かせることがあります。夏になるとですね、この城なんかを薄作りで花火を咲かせます。よいしょ、目で楽しんでですね、やっぱりありがたく、ありがたくいただきたかったですね。早速いただきたいと思います。これいただく前に、キュウリのモロキュウの時に使うやつですけれども、柚子、昆布、茄子って書いてます。これの組み合わせはもう最高ですよ。4月の6日が賞味期限って、今日は開けました、まだ大丈夫だということで、いただきます。これと、うわうめえ、これの組み合わせで青じそノーエル、にゃんともはや、かいちゃん、かいくん、うわっちゃっかやるなよ、濡れたらおごとぞ。かいくんの手がちょっとね、左手がふにゃってなってしまったのは、何かしら水遊びをしたのかな、俺がおらん時に、知らんけど、ほい、いやもうでっかいやつじゃなくても、ほんとこの、私は小さいが好きでですね、昔から。あ、孫悟空なんば、今日はテレ撮っとね、
ドラゴンボールでおなじみのやろ。ドラゴンボールはないけれども、あ、ほらほらで言うてもあれやけれども、はい、これ明日開けたと思います。あれまだあったんですけどね。ピヨピヨ軍団クーちゃん劇場に使ういろんなも小道具が餃子入っております。この中のあ、こうクーちゃんのやつや。なんか、あ、炭治郎大丈夫か。よかったね、おっちゃけんで。なんか音するんですね、コト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 。明日って言うたけど、今日明日と思った時には今日開けんば。クーちゃんピヨピヨ軍団がおらんけれども、なんでしょうかね、この気になるんですよ。この中から何が出てくるの。小学校の頃に記憶があるんですけどね、今は記憶がないので、うん、なんや、出てた、なんや、なんですかこれは。あ、これあれ名前、うん、なんですかこれは。あー、名前の忘れたばってん、このチョコレートありますよね、同じ会社さんなのかな。うん、このちっこい謎のこれがまた歯ごたえが、うん、これはびっくりおったまぎますよ。あ、手のベトベトじゃなくて、うーん、よいしょ。今日の運勢は、飲みすぎのために少々肌が荒れ気味、今日は少々のアルコールにいたしましょう。どこに書いとってやって。昔はね、68ぐらい握力があったんですけれども、まあ、よこしょ、ボスの空き缶潰れるかな。ちょっとボスさん、メーカーさんに何のあれもないですけれども、ちょっとやってみたいと思います。前は3回ぐらいでやったんですけどね。1回滑る、2回あー無理か、3回でぺったんって、もう1回潰さん、うん、そして最後にこんな感じで空き缶は潰して袋にしてると3倍ぐらい失礼ますからね。まあ、まだまだおっちゃん若いもんには負けておられんです。はい、うん、負けておられんですよ。今日のスポットライトは、うん、お、これ近い未来、これ本物やって調べたら、薄作りにしたいと思います。そして、あー、おっちゃけた、プロゴルファーサル薄作りにしてピヨピヨ軍団スペシャルにしたいと思います。やっぱりね、孫悟空はね、じゃあ正規こんな地球が似合う。今日のスポットライトは、今日朝登場しましたプロゴルファーサルです。